こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まだまだ寒い日が続くわけなんですが、まあ例年に比べると今年の冬はそこまで寒すぎることはないので、まあ早くもですね、春物を探している方少なくないかなと思います。まあ僕自身もですね、ちょこちょこといろんなお洋服をですね買い揃えているわけなんですが、春のトップスというのは着こなしの中でも結構目立つんですよね。まあアウターもですね、一番外側にあるので目立つんですが、その内側にあるトップスですね、いろんなバリエーションを持っておくことで様々な着こなしの幅が広がりますので、結構重要なパーツかなと思います。そんなトップスの中で特に皆さんに持っておいていただきたいような代表的なものを今回は5つご紹介したいなと思っていますので、まあぜひ皆さんもですね、春のお買い物の際の参考にしていただければなと思っています。まあこれらのアイテム全部を持つ必要はなくて、自分のライフスタイルだとか気分に合うものが3個ぐらいあれば十分なのかなと思います。そして今回はこのアイテムはこういった方には似合いますよという形で適性も含めてしっかりお伝えしていきたいなと思っていますので、まあ、ぜひ最後まで気軽にお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、春のトップス皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はこれはですね、大人の男性にとってのマストアイテムと呼べるようなこちらですね、丸首のニットになっています。今回ご紹介したいのはグリーンレーベルのネットヤンリンクスクルーネックニットですね。価格が8800円ということで、セレクトショップのニットというジャンルにしてはやはりですね、グリーンレーベルは買いやすいので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、丸首のニットというのはですね、正直誰にでも似合います。あまり似合わない人がいないんですね。年齢で言っても本当にですね、30代の方から40代以降の方まで似合いますし、真面目な雰囲気からカジュアルな雰囲気の方まで似合うので、まあ1枚持っておくと間違いのないアイテムかなと思います。まあニットといってもですね、やっぱり秋冬用のニットと春のニットというのはちょっと雰囲気が変わってくるんですね。まあ、こちらのニットに関しましては春らしいカラーリングですね、ライトグレーですとか、あとはブラウンに関してもミディアムブラウンで少し明るさのあるものですね。あとは差し色になるようなライトブルー、このあたりも綺麗な色なので、まあ春らしいカラーというところですね。あとは使われている素材なんですが、コットンとアクリルということでちょっと軽快な感じになっていますので、春にぴったりのニットになっているかなと思います。で、個人的に結構いいなと思ったのがライトグレーなんですね。ライトグレーのニットって結構使いやすくて、単体でもホワイトに比べるとライトグレーということで少し色の違いも出て、まあおしゃれに見えますし、あとはですね、重ね着のベースとしてもすごく優秀なんですね。このニットの上に、例えば冬であったらダウンを着てもらってもいいと思いますし、ロング丈のウールのコートでも合うかなと思います。で、アウターの色なんですけども、ネイビーも合うし、ダークグレーも合うし、ブラックももちろん合います。あとはベージュ系とかオリーブ系にもこのライトグレーってすごく合うので、万能なんですよ。で、明るさも取り込むことができるので、非常に使いやすいので、こちらのライトグレーのニットは1枚持っておいて損がないかなと思います。表面がつるっとした感じではなくて、ちょっと凹凸感があるような形で素材感が出ているので、このあたりもですね、退屈に見えすぎないんですね。まあ、ニットの表面も結構クリーンに見えるようなサラッとしたやつもあるんですけども、ちょっとこう動きを出したい時には凹凸感があるものを選んだ方がちょっとこうおしゃれ感も出るかなと思うので、そのあたりの風合いも含めてバランスがいいんじゃないのかなと思います。これは今時期から使えます。まだアウターは寒くて着る場合でも、ニットを変えれば春っぽさって出せるので、まずはライトグレーを見ていただきたいのと、あとはライトブルーですね。ちょっとこう華やかさを出したいだとか、ポップな雰囲気のものが好きな方にはやっぱりライトブルーぐらいの差し色を持ってきてもすごくバランスがいいかなと思います。ネイビーとかブラックのアウターにこのライトブルーのですね、色合いはすごくよく合います。あとはベージュと合わせてあげてもすごくバランスが良かったですので、結構このライトブルーもですね、淡い感じのブルーで使い勝手がいいんじゃないのかなと思うので、まあ、このニットを鉄板かなと思います。今時期から使えて、春もうちょっと季節が進んだらこのニット自体を主役にすることもできるんですね。サイズ感もタイトなニットではなくて少しだけゆとりがあるので、主役にしてもちゃんと様になるニットなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目のですね、春のトップスなんですが、こちらですね。これも欠かせないアイテムの一つかなと思います。今回はですね、具体的な事例として、アーバンリサーチドアーズのですね、ハードニットカーディガンですね、こちらを挙げてみたいと思います。価格は9350円ということで、これまたセレクトショップのオリジナルの中では、割と抑えめの価格帯になってるかなと思います。まあ、カーディガンというと、メンツのですね、ベーシックアイテムの一つかなと思うんですが、まあ、僕ら世代もですね、一度ぐらいはカーディガン着たことがあるかなと思います。ですが、まあ、昔着ていたカーディガンって薄手で割とタイトなものが多かったかなと思うんですが、そういったものは完全にトレンドアウトしていまして、今の定番的なカーディガンとしてはちょっと厚みがあるものですね。中肉厚で体のラインを拾わないこと、あとはサイズ感に関してもタイトではなくてジャストからちょっと緩めのサイズ感で肩のラインが落ちてるような感じですね。このあたりがちょっと定番的ではあるんですけども、トレンドの香りを加えたようなちょうどいいバランスのカーディガンかなと思ってまして、 T シャツやシャツの上にさらりと着るだけで着こなしが完成するので、まあ、これは使い勝手がいいアイテムかなと思います。まあ、様々なブランドからカーディガン出てるので、どれを選んでもそんなに大外しはないかなと思うんですが、基本的にはちょっと緩さがあった方がいいので、ユニクロの定番的なカーディガンよりはセレクトショップのオリジナルだとか、あとは GU とかで出てるような少し緩さのあるものの方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、こちらのカーディガンなんですが、展開色としては3色になってるんですが、個人的にはチャコールがすごくいいなと思ったんですね。チャコールといえばグレーの中でもブラックに近いような深いグレーなんですけども、こちらのグレーを見てみるとですね、そんなに深すぎないんですね。あくまで春のチャコールグレーということで、ミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいでですね、重たくなりすぎないような色味になってるんですね。で、表面にはですね、やっぱり凹凸感があるので、ペタッとしすぎないというところもバランスがいいかなと思います。このダークグレーを選ぶことで着こなしがすごく楽になるんですね。まあ、ぜひ今回こちらのスタイリングそのまま参考にしていただきたいなと思うんですが、白 T を着て、その上にこちらのチャコールグレーのニットを着て、あとはブラックのパンツを合わせてあげれば、それだけで着こなしが簡単に決まってしまうんですね。そういった意味ではすごく使い勝手がいいカーディガンで、割といろんな年代の方にも似合うと思いますし、真面目な方からちょっとこうカジュアルなものが好きな方までバッチリハマるので、これもですね、あまり癖なく使えるようなアイテムに仕上がってるかなと思います。で、サイズ感に関してはですね、ちょっとドロップショルダー、肩のラインが落ちていて緩めの雰囲気なんですが、ジャストサイズからちょっと緩めぐらいなので、そこまで大きすぎないんですね。ですので気軽に使い勝手がいいですし、大人世代にもしっかりと似合うと思います。まあ、タイトなカーディガンだと割とこうムチムチと肉感が出てしまうんですが、中肉厚で少しゆとりがあれば体のラインをうまくごまかすことができるので、意外と大人世代にも使いやすいようなアウター感覚のトップスかなと思っています。で、表面にはハード加工というのをしてありますので、だれることなくきちんと感も出すことができるというところも含めて、かなり使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今年の春今っぽくてなおかつコーデの組みやすい、こういったカーディガンすごく使いやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、僕も大好きなシャツですね。このジャンルは大人の男性には欠かせないアイテムの一つかなと思うんですが、まあ、今回取り上げたいのはですね、417エディフィスのストライプボタンダウンシャツですね。価格は9900円ということで、これまたですね、エディフィスには417と通常のエディフィスがあるんですが、まあ、417エディフィスに関しては価格帯抑えめで、なんとか1万円を切っているので、まあ、使い勝手のいいアイテムかなと思っています。まあ、ストライプのシャツっていうのは着こなしのアクセントになるんですよね。なので個人的にも大好きで、いろんなものを持っていますが、417エディフィスのストライプシャツというのは、先日ですね、皆さん覚えてますかね。僕もショップにですね、お邪魔させていただいていろんなものを着ましたが、その中でも多分触れていたと思うんですよね。まあ、ベーシックなストライプのシャツに比べると少しですね、ピッチの幅も太めに仕上がっているので、カジュアル感があって、すごく普段使いに適したようなシャツに仕上がってるんですね。で、サイズ感もビジネス用のシャツとは違って少し緩めのシルエットになっています。かといってオーバーサイズすぎないので、大人の男性にも着れるような適度なトレンド感に抑えたので、そのバランスも含めて完璧な仕上がりかなと思います。で、襟の形が特徴的で、結構この手のですね、ベーシックなシャツというのはほとんどレギュラーカラーだったりするんですね。ですが、こちらに関してはボタンダウンシャツということで、ちゃんとですね、襟の収まりがいいようにボタンで止まるようになってるんですね。まあ、いわゆる昔ながらのボタンダウンシャツというのはジャストサイズのですね、着丈もそんなに長くないものが多いんですが、
いわゆるですね、昔ながらのボタンダウンシャツに比べるとサイズ感もゆとりがあって今っぽい仕上がりになっているので古臭い感じも全くしないので、これはですね、なかなかバランスのいい仕上がりかなと思います。そして面白いのが、このストライプのシャツだけでなんと4パターン出してるんですね。なかなか普通のブランドではこんな4種類も作ることはないので、そのあたりにもですね、こだわりを感じるわけなんですが、個人的にはシンプルなブルーですかね、このあたりが使いやすいかなというのと、あとはですね、ちょっと変則的なブルーシーですね、このあたりのちょっとランダムで等間隔ではないですね、ピッチの感じも個人的には好きなので、このあたりはお好みで選んでいただきたいなと思います。今時期だったら着こなしのベースとしてこちらのシャツを着て、先ほどご紹介したカーディガンを着たりして、その上にさらにロング丈のコートなんかを着ていただければ、まあ、すぐに使うことができますし、春になればこれを1枚主役として着ることもできますし、 T シャツの上に重ねて前ボタン開けて着るみたいなスタイルをすると羽織物感覚でライトアウターとしても使うことができるので、意外といろんな使い方ができるので、1枚あるとすごく便利なアイテムかなと思います。やっぱりシンプルなシャツほど僕はですね、トップスでも使えるしアウター感覚でも使えるので、ちょっと頑張って投資をした方がいいかなと思うので、まあ、ユニクロ GU とかでも買うこともできるんですが、サイズ感にゆとりがあって質感も良くて、そういったものをちゃんと用意しておくとすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目の春のトップスなんですが、こちらですね、スウェット。これまたですね、持っておくと便利なトップスの一つかなと思います。まあ、トップスの中でも先ほどご紹介した丸首のニットと丸首のスウェット、結構二大巨頭かなと思うんですね。その中で僕は断然ニット推しなわけなんですね。まあ、いろんな大人の男性に似合いやすくて上品に見せてくれるので、ニットというのが間違いのない選択肢ではあるんですが、ただですね、やっぱりこれだけだと飽きてくるんですね。で、僕もですね、今年の秋冬散々着たのがですね、スウェットなんですね。まあ、ニットに比べると少しカジュアルな感じがするんですが、形としては似たようなところなので、ちょっと気分を変えるためにニットの次の日はこのようなスウェットを着るだとか、交互にしてあげると結構どちらも楽しめるかなと思うので、大人の男性にもおすすめのアイテムになってくるかなと思います。ただこうスウェットの中でもカジュアル寄りのものと綺麗め寄りのものと2種類あるんですが、まあ、まずはですね、大人の男性が着るのであれば、ちょっと綺麗め寄りのスウェットから入ってもらうと、ほぼニット見えするような形で使うことができるので、使い勝手も非常にいいかなと思います。まあ、スウェットの良さとしてはですね、ニットよりも扱いが楽だというところなんですね。洗濯機で気軽に洗えるというところでは日常使いしやすいので、まあ、1枚持っておくのも悪くない選択肢かなと思います。まあ、今回ご紹介したいのがグローバルワークの乾きやすいスウェット長袖ですね。価格が4510円ということで、やはりですね、セレクトショップのオリジナルに比べると割安感があって買いやすい価格帯かなと思います。まあ、こちらは先ほどお伝えした通り、ちょっと綺麗め寄りのスウェットになっていまして、結構ですね、表面の質感も微光沢があって上品な仕上がりになってるんですね。まあ、サイズ感も今のトレンドを踏まえたような少し緩めになっているんですが、オーバーサイズすぎないので、このあたりもニットとそんなに大きく違いを出さずにですね、着ることができるんじゃないのかなと思います。で、カラー展開4色になっていまして、どれもそれぞれ良さがあるんですね。チャコールグレーを選んでいただければ、本当にシャープにですね、大人っぽく着ることができるので、ブラックのパンツなんかとも相性が抜群かなと思います。あとは春らしいオフホワイトですね。このあたりもニット見えするような形ですごく使いやすいかなと思いますし、差し色となるようなブルーだとかサックスなんかも非常に使いやすいかなと思うので、結構あらゆるですね、雰囲気の方にも似合いやすいかなと思います。真面目な雰囲気の方だったらチャコールかオフですね。ちょっとカジュアル感あるものが好きな方だったらサックスだとかブルーあたりで差し色感覚で使っていただくのもいいかなと思うので、これはですね、トライをしてみる価値があるのかなと思います。まあ、セレクトショップのオリジナルのスウェットというとやっぱり1万円弱ぐらいしてしまうので、ちょっとこう冒険的な価格かなと思う方も、グローバルワークの4510円であれば割とこう気軽にトライしやすいかなと思うので、まあ、ぜひですね、こういったものステンカラーコートとか、ちょっと長めの丈のですね、アウターの内側に着ることで綺麗めとカジュアルのバランスを取るのにですね、適したアイテムなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目の春のトップスなんですが、春にあると便利なロンティーですね。その中でも今回ご紹介したいのはこちらですね。グローバルワークのリッチクリーンティー長袖ですね。まあ、長袖なんですけども、ボーダー柄ということで、これ1枚あるとすごく便利かなと思います。着こなしのベースとしてちょっとしたアクセントを添えるには、やっぱり柄物があると便利なんですね。そういった意味では、先ほどご紹介した長袖のですね、ストライプのシャツ
ですね。このあたりもすごく便利なんですが、それよりもさらに内側に着るですね、このようなシンプルなロンティーで、なおかつボーダー柄というのはすごく使い勝手が良くて、上にですね、今僕が着てるようなシャツアウターを着たりだとか、あとはジャケットを着たりだとか、まあそういった時にですね、このボーダー柄がちょっと見えるだけでも着こなしの良いアクセントになるので、1枚持っておくと便利なアイテムかなと思っています。まあボーダー柄自体はもともとですね、定番的な位置づけだったんですけども、最近改めてですね、トレンドアイテムの一つとしていろんなショップで取り扱いがあります。まあその中でも大胆な幅のですね、ボーダーも未だに人気ではあるんですが、マイクロボーダーと呼ばれるような細かなですね、ボーダー柄というのは結構使いやすいので、改めて注目されているかなと思います。そしてこのボーダー柄というと、オーチバーだとかセントジェームスみたいなですね、ボートネック型のですね、ロンティーも結構上げられることが多いかなと思うんですが、割と首周りに癖があるんですね。横に開いているような形なので、下に T シャツを着るとちょっと襟元から覗くようなデザインなので、そのあたりがちょっと苦手だなという方は、普通の丸首のですね、ボーダー柄というのが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。襟のリブの部分はネイビーになっていまして、それ以外はボーダー柄になってというのがこちらの T シャツになっていまして、すごくクリーンで大人見えするようなボーダー柄かなと思います。素材は USA コットン 100% ということで、表面には微光沢があって、このあたりの上品さというところも注目のポイントかなと思うんですね。僕も試着したことありますし、動画の中でも何度かお伝えしたことがありますが、先ほどご紹介したカーディガンなんかとも相性めちゃくちゃいいかなと思うので、これ1枚だとすごく便利かなと思います。実はこちらの T シャツは、無地のですね、オフホワイトだとかグレージュとかもあるんですが、個人的には結構オフかけるボーダーというですね、このマイクロボーダーの雰囲気がすごくバランスがいいかなと思うので、すごく推したいポイントかなと思います。まあ、サイズ感も少しゆとりがあって、脇にスリットが入ってたりするので、1枚で着てもですね、ちゃんと様になるようなバランスになってるんですね。そういった点ではすごく作りがいいので、まあ、ぜひ皆さんもですね、着こなしが地味に見えるなとか、シンプルすぎてしまって何かアクセントが欲しいなという時には、こういった内側のインナーをですね、ボーダー柄にするだけで、だいぶガラリと雰囲気が変わるので、ぜひ1枚は揃えてみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の春のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ結構ですね、幅広いバリエーションをお伝えしましたので、この中でお好みで選んでいただければまず間違いがないかなと思います。まあ、切れ目派の大人の男性の方には丸首のニットですとか、あとはストライプ柄のシャツですとか、あとはカーディガンですね、このあたりを持っておけばまず間違いがないかなと思いますし、少しカジュアルな感じを出したい方にはスウェットだとかボーダーカットソーですね、このあたりは特にハマりがいいかなと思います。それ以外にもシャツだとかカーディガン、ニットなんかも決して似合わないことがないかなと思うので、癖のないアイテムをラインナップできたかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、オンラインですとか店頭で商品を見ながらですね、良いものがあったら買い揃えていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのですね、専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営します YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからのご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりですね、動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。